行くぞ魂の友よ。三好残党にとっては存亡をかけた戦、首領の祖号正康決死の覚悟だ。この身を生かした秘策は敵ながら見事、味方はすっかり分断されてしまいました。敵はどこから出てくるか分かりません。油断できません。の傭兵で我らを翻弄する。今は確保撃破で潰していくほかあるまい。我が剣は心を切るためにあるのです。剣が奏でる曹操聖絶だ。敵将討ち取ったり、見てお前の剣が奏でる曹操聖絶だ。我が剣は心を切るためにあるのです。オラオラ敵ども、こっちも危ねえぞ。今度は東本陣が狙ってきました。昔のしかありません。絶対の巻き返すぞ。手の血は死なせるな。
てくれたのね。でも、ね、忙しいの。ご機嫌よ。迫る戦ぞ。あの女に関わった者は実力以上の力を発揮するということか。だが美女さん、人使いが荒すぎるぜ。まご褒美をちょっとは噛んで行くぜ。男を転がすのなんて簡単。次は敵の手持ちついてみようかしら。まさに戦場に咲く一輪の花。摘み取るなんて俺にはできないぜ。敵も味方も彼女に惑わせるはずだ。まさに魔性だ。あれ魔性あのことに興味を持つんじゃありません。一刻も早く彼女を捕らえなきゃ。俺の銃口は女を狙わねえ。が心情でな。悪い。だが美女に悪人はいねえのさ。根拠なく言い切るか。上等。俺たちは敵本陣への進路を開く。行くぞ。開門。雨がしたし、あなたが何者か思い出しました。しかし、なぜこんなに動いたら汗臭くなっちゃう。悪いけど失礼させてもらうわね。敵総大将そごう正康はマジか。小髄城に突入し撃ち取るぞ。開門。リカさんの10回。いやまだ諦めし味方本陣の救援に向かう道を開け。ご少女様のため必ず勝ってみせるぞ。邪魔すんじゃねえ。おつたら皆さんの銃がかかってんで。あんなのが切り札だって。彼女男を見る目なさすぎだろ。しかしね、俺が目を覚まさせてやるが、本当のいる男が誰か教えてやらねえと。あ
我が剣は心を切るためにあるのです。天下無双の剣と太平を切り開く。ごめんなさい、もう抵抗はしないわ。だから許して。愛する妻が言う私にその手は通用しません。誰か、あの野蛮な人たちを倒して。次は今が今、この天下無双の剣で太平を切り開く。敵将、討ち取ったれ。これでアワとサヌキは制した。残すは、イオか。